本当にトップの選手と要はそこを目指してる選手の、まあ、大きな違いは言われたことを再現する能力がまあ異常に高い。プロの本当にトップでやってる人はフィジカルがすごいっていうよりも根本的には再現性が高い。見たものを自分で再現できる体で。結構やっぱここのがポイントだと思う。